香港では高価な XO ビシオは贈答品としても人気がある。XO ビシオは1980年代後半に香港で考案された合わせ調味料である。XO とはブランデーの最高の等級を示すエクストラオールドからの命名である。あくまで高級感を持たせるための就職後であり、実際には古く熟成させる工程はない。また、 各種素材をブランデーにて加工したひし塩と思われることがあるが、これも誤解である。中国語のひし塩はペースト状の調味料のこと。他のひし塩と異なり、乾物を主原料とする XO シ塩は、香港では調味料としてだけでなく、高級な酒の魚や箸休みとしても食され、レストランでも単品メニューとして載せている場合がある。また、 高級レストランの中には自慢の自家製、XOB 酒を瓶詰めにし、販売をする例もある。XOB 酒は各レストランや店舗によって材料、作り方に大きく差があり、また、それぞれそのレシピを秘密にしていることが多い。人気の高さに目をつけた香港の調味料メーカーも製造販売を始め、ついで中国本土でも製造が始まり、家庭にまで普及した。 1980年代の中華料理界では、シンパと呼ばれる諸外国の料理の手法を取り入れた中華料理を創作する動きが加速していた。その中で、香港ペニーンシュラホテルの関東料理レストラン、カリンローの料理長だった巨星が高級食材をふんだんに使った XO 微子を開発した。XO 微子は新しい、物好きな香港人の心を捉え、その名に恥じぬ味も、 相まって芝叩く間に大流行。今日では世界各地に広まっている。XO シ子を使用した調理例干しエビ、干し貝柱は水で戻す。材料をみじん切りにする。材料の水分を飛ばすように炒める。ラー油、紹興酒、オイスターソース、豆板醤などの調味料で味を整える。瓶詰めにして完成。ありがとうございます。